皆さんこんにちは。今回は2023年6月2日に公開された映画怪物です。ぜひチャンネル登録をした後に映画館で楽しみましょう。レビューを要約しましたので、その一部をご紹介しますね。映画の始めから終わりまで視聴者の心臓をわざわざするような感覚で満たされる。親が自分の子供が学校で苦しんでいることを知ってしまう物語。学校側の反応に疑問を抱くというシチュエーションに共感する。映画では複数の視点から一連の出来事が描かれる。視聴者は真実を探る名探偵になるのだ。それぞれの視点から見た真実は違う。映像や音楽が映画の世界へと引きずり込む。映画のテーマは認知の歪みなのかもしれない。いろいろ考えさせられる映画。自分から見た他人と他人から見た自分って絶対違う印象だよな。子供たちの小さな嘘が大きな怪物に変わる。物語の展開や演出については面白く感じたけど、誤解を誘導する演出などについては不満が残る。多角的な視点を持つことは必要だけど難しいよね。社会の歪み、闇を描いている。何が怪物なのかは視聴者に委ねられている。ある意味でテンポが悪く、はっきりしない終わり方にモヤモヤする。言葉の暴力という心の怪物を描き出している。安藤サクラ、永山瑛太、田中優子らの演技が秀逸。坂本龍一の音楽が印象的。映画全体を包み込むような BGM の存在。深いテーマや複雑な人間性を描いた作品が好きな人にはおすすめの映画。物語は三部構成になっていて、視点が変わることで同じ事件が全く異なる形で描かれている。最後の子供の視点で描かれた部分で美しいとともに切なさも感じさせられる。登場人物は全員誰かの怪物になっている。校長と港が吹いていた管楽器の不協和音がストーリーの重要な部分を象徴している。実社会の校長や教師の描写がひどすぎる。急にショタビエールがやってきてニヤニヤする顔と心臓の音が止まらない。いかがでしたか？社会の歪みと個々の認知の歪みを巧みに描き出すヒューマンドラマです。坂本龍一の美しい音楽と細部まで緻密に描かれたストーリーは引き込まれますね。見る人は真実探しの名探偵となるようです。複雑な人間性を描いた作品が好きな人に特におすすめできる作品に仕上がっていますね。もしこの作品が面白いと感じたのなら、同時期に上映している最後まで行くもおすすめです。概要欄に U-NEXT のリンクを貼っておきますので、同じ監督の作品も見てみてください。万引き家族、誰も知らないなどがおすすめです。映画こそこそ噂話のコーナー。是枝裕和監督が実はテレビドラマからキャリアをスタートさせていたことをご存知でしたか？そのテレビで培った手腕が映画に深みと細やかさをもたらしているようです。また、家族のテーマを繊細に描く是枝監督の作品ですが、家族について深く考えるきっかけとなったのは、彼自身が父親になったからだと語っています。そのため、彼の映画には家族愛や親子の絆といったテーマが感じられるんですね。また、是枝監督の映画には常に深いメッセージが込められていますが、実はそれらは全て、是枝監督自身の人生経験や施策から生まれたものだそうです。是枝監督の映画を見るときは、これらの、実は、思い出しながら、その繊細な演出と深いテーマに思いを馳せてみてください。皆さんは心に残っている映画はありますか？よければコメントで教えてください。最後に、映画の上映スケジュールに関しては公式サイトをチェックしてください。次回もお楽しみに。